はい、皆さんこんにちは。.com.com です。洞窟物語縛りプレイパート4です。ちょっと最後時間いっぱいになってしまってすみませんでした。はい、じゃあもうイベント進めていきますよ。もうセリフ読むのもやめます。もう時間かかっちゃうんで。数に話すとイベントが進むと。はい、じゃあ次のとこ行きますけど、ちょっと不安なんで一旦セーブします。繋がってんのね。はい、じゃあ草むらに行きましょう。サンタがいますけど話すのはめんどくさいんでやめます。さあこっから敵に強くなってくる。さらにちょっと反則的なこともしらすから、こう飛んだりするんですよ。おお、こいつだけにはやりたくない。おお、怖い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 。ちょっとここに鍵があるんだけど、ちょ、あ、やばい。うわ、怖い。うん、怖かった、マジで。うわ、ちょっと今の焦った。はい、でとりあえず次の武器を手に入れるためっていうか、それしないとイベント進まないっていうのもありますけど、いやー怖かった。やばいな、なんか今日結構ド M なプレイしてますね。はい、新しいアイテムです。あ、アイテムじゃない、武器だよ。ファイアポールは育っ、この草むら前半では育っておくとそれなりに有用性が高いんですけれどね。ただ向こうが遠くからな。おやべ、ちょっとこれは踏まないといけない。ちょっと待って、どんどん来るな。よかった、パワークリッターのダメージが2だったからまだよかった。とりあえずパワークリッターがここにおびき出せた方がまだ安全か。おっ、あとラッキー、やべ、ラッキー。さあちょっと大胆に行く。なんか倒したけど、おお、あね、おお、フィジカル抜かれるだ。なんかなんやかんや敵結構倒しまくったな。ロボットが2体いるんでファイヤーじゃやりにくいな。うん、次か。おっ、ピーター落ちちゃった。まあいいや、知らない。おっ、マックス。じゃあもうあとはボーナスだ。いく、当たれ、当たった。最後はスルー。どうしようかな、隠しアイテム。隠しアイテムいいや。本当はもう家出ちゃうと隠しアイテムも入んないんですけれども、まあそこはしょうがない。まあ、あくまでサクサクプレイで行きたいんで、まあ、ご許しください。お許しじゃない、お許しください。おお、何気なく当たんじゃねえよ。 OK、 こうしないとちょっと安全に行けないんですよね。あそこに当たるが関係ねえ。さあパークリーでいるけど、いや落ち
増えてますけど、ちょっとクラゲ邪魔邪魔、クラゲ邪魔っつうの。おお、吹いたもん、ちょっと何がしない。おお、ない、クララはやりたくないな。ここを相当しよっか。後々楽になるっていうか、広がるからここで大きな戦えるっていうのもありますけど、レディーファイト。おお、あめ。そう、クララって一気に落ちてくるとめんどくさいんですよね。めんどくさいっていうか怖い。ライフ3だとノーサーですからね。パワークリア放置、ジャンプ、個人的にはこの後が結構ネックだったりするんですけれどもね。おお、遅うな。これも倒しといての、あ、じゃあじゃあうるさいな。マンナどうしよう、普通に行くとどこ。おー、やべ、ふわえー、怖えな今の、うん、なんかこういうのマスオさんみたいになっちゃったな。うわー、ここら辺怖いな。どうしようかな、時間がないけど終わらせましょうか。いや、カスマのイベントちょっとやってから終わらせますか。でもな、時間はわかんない。どうしよう。ちょっとつなげてやっちゃってるんで。この作業でとしよっか。ああ。これで時間取ったらどうしよう、やだな。おお、カエルが落ちてきた、怖い。お、降りてきた方が嬉しいな。よし、来ないで。じゃあここのセーブポイントで一旦セーブして終わりにしましょう。問題ないね。どうしようかな、次のバトル。ファイアウォールで、ファイアウォールやね、ポーラスの方がいいかな。はい、じゃあ、洞窟物語縛りプレイパート4は以上です。さあ、次回は多分ボス戦になると思いますけれども、個人的には多分ここら辺からカット多用になる可能性が高いです。はい、ではご視聴ありがとうございました。